第四軍艦は1873年から1888年まであった日本陸軍の艦区で全国に7つあった軍艦の一つである。大阪賃台が管轄した。時期により異なるが、ほぼ近畿地方の大部分と中国地方の東部を範囲とした。陸軍の管轄地が法定されたのは明治4年8月である。全国4つのに地が割り当てられ、 大阪鎮台は、現在の三重県を除く近畿地方と、現在の新潟県を除く北陸地方と、中国地方の東部と四国地方とを管轄した。当時の府県は開廃の頻度が高く、境界は国で示された。1875年の第四軍艦。大阪の第八士艦、大津の第九士艦、姫路の第十士艦が第四軍艦を構成する。 東隣は第三軍艦の西隣は第五軍艦の諸士艦である。境界線は当時の府県のもの。1885年から1888年の第四軍艦。オレンジが第七士艦、木が第八士艦。境界線は国のもの。1873年7月19日、明治六年大乗官布告第255号によって、 賃代条例が改正され、賃代が管轄する地域を軍艦と呼ぶことになった。また、賃代の数が6に増え、大阪賃代の東に名古屋賃代、西に広島賃代が新設された。大阪賃代の管轄地は第4軍艦となり、その範囲も縮小した。条例には範囲が示されていないが、文営の配置により近畿地方の大部分と、 中国地方の西部、そして北陸地方の一部と推定できる。軍艦は三つの士艦に分けられた。1875年4月7日改正の六艦陳代表では、ほぼ同じ領域を継承したが、鶴ヶの文芸が隣の第三軍艦に移るなど、小さな変更があったようである。1885年5月18日。 明治18年大乗たち第21号によって、賃貸条例が再び全面改正され、軍艦の区割りも変更になった。第4軍艦は、士艦の数を2つに減らされるとともに、士艦の番号もずれた。文営は大津にだけ置かれた。地域は、近畿地方の大部分と、中国地方の東部で、三重県の大部分と敦賀を含む北陸地方は、第3軍艦に譲った。 1888年5月14日、明治21年直令第27号に、師団司令部条例が制定されて賃代は廃止になり、代わりに師団が常設されることになった。合わせて陸軍管区標が制定され、それまでの軍艦は師艦と解消し、常設の師団の管轄地になった。第4軍艦の管轄地は第4師艦に引き継がれた。範囲は同じである。 大乗類典、第2編、第205巻、賃大用書道におけき干渉テーム。大乗類典、第2編、第205巻、賃大条例改定。公文録、第41巻、6巻、賃大表告時閉学並配分表告制届。公文類樹第9編第6巻、賃大条例を改正すの7軍艦教育表、リンク先の8コマ目。大上官文書局、 漢方第561号、漢方第1459号、リンク先の4コマ目、漢方第1459号、陸軍管区制定の件、リンク先の7から9コマ目、ありがとうございます。